表現したかった風じゃないというか、自分が表現したかったのとは、したかったこととはちょっと違う意味で捉えられるかもしれないって思うような書き方とかももうちょっとあったので、なのででもまださ発売してないけんさね、今さ、今は言いませんけど、皆さんのねお手元に、そうそう、届いた時にはこういうことだよって言いながらみんなで読めたらいいなと思います。こんばんは。うちのインタビューページに誤字があってまた泣いた私もうまだそんなにちゃんとみんなのをね読み込めてはないんですけど、そうそうそう、写真のところとメンバーのなんだインタビューページで私のとこと南のところとゆみりのところとかで誤字を見つけましたね、なんかどうにかしてね訂正できたらいいんですけど、明らかに皆さんもなんかね伝えたい、これは伝えたい意味とかじゃなくて、もう明らかに分かるミスがそのねいっぱいあったので、やっぱりちょっとなんて言ったらいいんだろう、もう私のページもそうですけど、こうちょっとね、いろいろなところに対して失礼になってしまうようなところもあったりしたので、そう全部ね直したいんですけど、こんばんは。サイン会でお話できて嬉しかったね、ありがとう来てくれて、こんばんは。よメイクしてない、知ってる人には通じるから、まあそうなんじゃけどさうまいのに飛んだこうね、ない話が当たりました、お、ありがとう、待ちしてます。なんか短い、ほんと何見えてなさそう、こんばんは、接着中、頑張って早めにゲットしてください、こんばんは。Bless you, thank you. ね、本の触り心地はいいよね、とっても。こんばんは。中盤で直すために頑張ってやりきろ。ありがとう。すごくポジティブだ。
な考え方だ。月見バーガーね、食べてないんですよ。どうしようって思ってる。グラコロが好きなんですよ、季節系のやつね。でなんかね、普通のグラコロは食べたことないかもしれない。なんかこの前のさ、この前、去年アンガスビーフみたいなやつがね、めっちゃ美味しくてすっごい好きだったんですよ。なんかね、なんて言ったらいいんじゃろ、ボロネーゼみたいな、何の味なのかな、何の味って言ったらいいんか分からんけどさ、そういつもね2種類出るんですよ、普通のグラコロとなんかその年限定の味のグラコロみたいな、その年限定の味のグラコロがめっちゃ好きで 3,4 回食べたんです、その年にね。だからグラコロを楽しみにしてる。そうそう、でもあれも気になる、月見バーガーのあれ、すき焼きみたいな、そう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 、美味しいんかなあれ、すき焼きの存在感あまりなかった。あ、そうなんや、また後日、うん、はん、ぜひ。わしもお月見食べたことないかも、月見バーガーあるかな、あるかもしれん、あるかもしれんし、ないかもしれん、かもしれんなんやねん、どうだったかな、マックめちゃくちゃ混んでる。そうなんだ、すき焼き月見食べたら絶対驚くの。こんばんは、一回あるかもしれん。みつきなのにつきみバーガー食べたことないの。逆に共食いというか、あ、そうなんだ、いろんなところが月見バーガーだし、そうなんや、パンの色が月見色、月見色、お月様色ってこと。いや抵抗はないんですけどね、見つけて名前めっちゃ可愛い、ありがとうございます、私も好きです。月見パイは食べたことあるありゃへえ、セラームのところ、ちょうど去年メンバーと食べましたね。メンバーとね、マクドナルドパーティーしたりするんですよ。今年はまだ食べてないですね。怒ったら女の子と聞いて人生観変わりましたそう、なんかなんて言ったらいいのかな、言ってた、マック行ったらこれ食べるって決めるものは、でもね、あんまりね、なんか普通
通に行くときはあんまりバーガー食べなくて、あのポテトとシャカシャカチキンのチーズとアップルパイが好きなんですよ。そう、ポテトは L サイズもよく頼んでた。こんなのマック、こんなの、いや分かる、スパチキが一番お好きマックの中ならね、通常メニューの。アップルパイ美味しいよね、なんじゃありゃってなる。キちゃんのハムちゃんめっちゃ可愛いね。ハム、ナゲットソースはバーベキュー、スパチキのコスパ、チーズの粉だけ言ってほしい。わかる。みつさんはシェイクシャック派？うん、好きですよ。そう、全部好きです、もちろん。人間だから何でも食べ、まあ、何でも食べ、人間だから何でも食べるっていうのはおかしいけどね、そんなさ絶対ここしか食べないっていうさいうのはないですけど、いや好きです、みんなに勧めたくなるほど好きだし、だってね、その幸せをシェアしていきたいですよね。こんばんは。そう、推しバーカ STU みんな好きだけど推しは誰誰って言ってるってこと。それでは誕生日見ます。13位、イリアピースさん、12位、長谷川さん、11位、ライソンさん、10位、カズノリさん、9位、ホジェさん、8位、ブルーさん、7位、ジョノラゴさん、6位、デブニアさん、5位、ツボユウスケさん、4位、テリピーさん、3位、楽しい時間を過ごせて8日、3位、セリアさん、そして1位は、なんて読むんだろう、ノブ、アキさん？ありがとう。なんか、ポッ、タッチしても名前全部読めんくなっとる。また明日お会いしましょう。バイバイ。ありがとうございました。